くお願いします。お願いします。はい、私物なんですけど、うん、取材に行った際にこうかっこいいなと思って、購入させてもらったバッグになってます。あ、中の授業やってましてね、はい、カマキリが一匹その辺で逃げたんですよ。だからいる可能性が ありますけど、お嫌いだって聞いた。大の苦手ですね。昆虫大先生 の香川さんに先ほど丁重にご挨拶させていただいたんで、きっとカマキリの何かっていうのを持ち帰ってくださってるんじゃないかなと。三浦先生の授業楽しみだね。こういう可愛らしい音が鳴るんで、とって考えてみてください。生き物です。やめてくださいよ。繋がってきた。繋がったんだ。正解は眉毛が鶴で、ヒゲが亀になってます。うん。ということで、続いては福井県の日本製です。いいですね。そうだから、はい。